はい、どうも。えー、っとですね、えー、ジェストスターの飛行機にですね、爆弾を仕掛けたっていうお話で、えー、セントリアにですね、緊急着陸だそうで、爆破予告でいいのかな爆弾設置報告と、爆弾設置報告とですね、爆破予告なんですけど、変えますか爆弾設置報告。 はい、えー、これ系をね、小さくするのめんどくさいんだよね。はい、えー、まあ、こ、こんな感じなんですけどね。まあ、えー、ヤホーさんとかでもですね、えーと、結構擦られてますけど。えー、なんかですね、成田発、えー、福岡便がですね、うーん、そうですね、 今日はあの、23年の1月7日のお昼ぐらいなんですけど、うん、爆弾をね、ドイツからですね、爆弾を仕掛けたって言うんですね。えー、なんだったかな。100キロのですね、爆弾を貨物室に、あの、仕掛けたんで、誰だったかな。マネージャーを出さないと爆発させますよ、みたいな感じのお話だったんですね。 で、えー、マネージャンさんっていうとですね、基本的にお偉いさんだと思うんですけど、ちょっとよくわかんないですけどね。あの、100、100キロのプラスチック爆弾がどうとかですね、なんか書いてありますね。で、えっと、ドイツからですね、えー、電話があったっていうことなんですけど、えー、6時20分に電話があったそうなんですよ。ジェットスターの501便に、501便まで出てるんだ。で、私がですね、 あの、ない頭で考えるとですね、これが、成田、えー、初のですね、えっ、ー、と、福岡、福岡。<laughs> ちょっとね、あんまり、空港の名前があんまり詳しくはないですけど、ジェットスターのですね、GK501 ですかね。えー、6時20分にですね、電話があったそうなんで、6時5分出発なんですね。で、6時5分出発で、えー、そうですね、あの、 飛行機が飛び立ったのを確認してからですね。えー、まあ、犯人の方はですね。あの、飛行機がですね、空中に浮いてからあの爆弾仕掛けたんでっていう報告をしてくれたってことですね。あの、親切な、あの、犯人の方ですね。で、えー、おそらくですね、ま、あ、愉快犯だと思うんですけど、で、ドイツからか,かけてきてるってことで、 ドイツとのですね、時差が8時間ほどあるそうなので、えっ、ー、と、ドイツではですね、えー、夜中の10時頃、10時20分頃にですね、お電話してきてるってことで。うん。そうですね。えー、で、基本的にはですね、ドラマがあるんですね。多分、えー、うんと、飛行機が、 あの、空中に浮きました。えー、東京から福岡まで飛びます。2時間半で着きます。で、空中に浮いてすぐですね、あの爆弾の報告なんで、をなんとかせなにいかんぞっていうとこ、ドゲン化せんといかんぜよってことで、えー、そうですね、うん、1時間後ぐらいのですね、7時半過ぎにですね、名古屋の、えー セントリアでいいのかな中部国際空港だかなんかそんな感じの名前のですね。えっ、ー、と、空港に降りてですね、とりあえず全員脱出しまして、えー、そうですね、ここからあれ、あれですかね、爆弾処理班とかが入るんですかね。ええー、なのでね、まあ、機長さんもブルブルですわね。マジかよ、みたいな感じで。で、まあ、えー、一応大事を、 通ってですね。あ、あれこう、似たようなのなんか、こ、こんな映画見たぞ。なんかですね。あの、新幹線大爆発で、そちらはですね。あの、20時間ぐらいかけて東京からですね。福岡までの間に、間に、ま、新幹線に爆弾を仕掛けたんでっていうことで、っていう事件なんですけど。に、かなり似てますね。えー。 で、まあ、ここで緊急着陸して、で、犯人の方はですね、おそらく飛行機の、うん、追跡とかですね、そこまでは多分できてなかったんでしょうね。で、まあ、おそらく愉快犯だと思うんですけど。まあ、ああの、みんなですね、この滑り台で脱出しまして、まあ、大事には至ってないんですけど。はーい。えー、あとですね。 あと言えるのはですね、おそらくですね、えー、この犯人の方は捕まらないんですね。か海、海外、海外からの、海外の、あの、ドイツ、ドイツからなんですけど、多分ですね、まともに捜査とかしないと思うんで、多分ですね、犯人は捕まらないですね。あの、変な話、世界中の国が、 世界中のどこの国からかけてきてるかわかんないぐらいの感じになるような気がするんで、一応、その、ど、どこからっていうのは特定できたとしてもですね、あれ、ドイツから特定できないからドイツからかけてきてるとかそういうのもあるのかもしれないですよってことで、はい。もしこれがですね、OK だったらですね、ええー、まあ、今後ですね、ちょこちょこあるんじゃないかなというところで、で、 新幹線で東京から福岡なら行きようみたいな感じではちょっと思いますけど、どうなんですかね。たまに飛行機で、飛行機でも料金一緒だから飛行機にしするか、お母さんみたいな感じで。あれですかね。飛行機で乗っていくんですかね。はい、えー。 はい。ちょっと前に撮りましたけど、あのー、新幹線ば、大爆破っていうですね、映画がありまして、意外とですね、似てるのかなと思いまして。で、えー、高倉健さんですね。高倉健さんで、えー、敵方がですね、あれ、どっちが敵になるんだろう。とにかくですね、犯人側が健さんなんですね。 犯人側がケンさんで、で、えー、新幹線側がですね、うつい健さんだそうで。えー、これはですね、えっ、ー、と、意外と面白い映画だったのでね、おすすめ。最近初めて知って、初めて見て、面白かったんでね。よかったなぁと思うんですけど。こんなですね、こんなことが、おっと、見えないか。こんなことがですね、起きちゃうのかなぁ、みたいな感じのとこですけど。 ドカーンみたいな。バーコーンみたいな。何百人死ぬんだよみたいな感じですけど、この、こちらもですね、いろいろドラマがありますんで。で、はい。えー、あとですね、えー、飛行機でですね、なんかこう、日本国内だからですね、運ぶなら新幹線とかで運ぶか。だからまあ、運び屋とかもいないでしょうし、わかんないですけどね、あの、多分この犯人は捕まらないですと、と思いますよってことで、はい。 えー、これ、これ、これじゃないや。えー、これか。こちらの事件なんですけど、まあ、日本っていう国はですね、そんなにいい国じゃないんで、多分この犯人は捕まらずにですね、まあ、飛行機が墜落しなかっただけ良かったかなぐらいに思って、はい、多分ですね、警察の方は捕まえることが、おっと、できないでしょうとか言うと、私が犯人みたいな感じで、 言われちゃったら困るんですけど、多分ね、捕まらないような気がしますよ、ということで。はい、今回以上です。